皆さんこんにちは。倉敷市防災地域管理室の山地でございます。この度は防災講演会をご視聴いただきありがとうございます。この講演会は令和4年1月23日に開催を予定していたものですが、新型コロナウイルス感染症が急拡大している状況であったため、誠に残念ではありますが、皆様方のご来場をお断りし、動画配信等の形で実施させていただいております。会場で直接講演を聞きたかったといった方も多いとは思いますが、心よりお詫び申し上げます。昨日22日ですが、午前1時8分に、日向灘でマグニチュード 6.6、倉敷市で最大震度3の地震がありました。被害がなく幸いでしたが、緊急地震速報が流れるなど、驚かれたことと思います。この防災講演会は、高梁川流域の市町が連携し、住民の皆様の防災意識と知識の向上を目的に毎年開催しております。今回は令和3年5月の災害対策基本法の改正により、制度化された個別避難計画の取り組みを進める必要があることから、この講演会を企画しました。この講演会では、個別避難計画について、本市の取り組み状況や今後のスケジュールなどを説明させていただくとともに、ノートルダム清新女子大学から中井俊夫先生をお招きして、個別避難計画に関する具体的な取り組み方法などについてお話をいただきます。災害に対しては、市町など公助の力だけでは十分に対応することができません。この講演会をご視聴いただき、自分の身は自分で守る自助、自分たちの地域は自分たちで守る共助を心がけ、いざという時に備えていただけたらと思います。最後になりましたが、高梁川流域市町に災害が起きないこと、新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束、ご視聴いただきました皆様の今後ますますのご活躍とご健勝をお祈り申しまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。倉敷市防災推進課の渡辺でございます。よろしくお願いいたします。私からは避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、制度の概要、倉敷市における取り組み状況、今後の方針などについて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まずはじめに法律上の視点から個別避難計画について説明をいたします。個別避難計画とは、災害対策基本法に定められた計画で、避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施するための計画とされております。ここで言います避難行動要支援者とは、災害等が発生し、または発生の恐れが高まった場合に、自分自身や家族の力のみでは避難ができない方を指します。この自分自身や家族の力では避難できない方、避難行動要支援者を誰が、どうやって、どこに避難させるのかを、あらかじめ地域の方々を中心とする支援者の輪で話し合い、計画として定めておくものが、本日ご説明させていただきます個別避難計画の基本的な考えとなります。個別避難計画に定める事項は、大きく4点ございます。一つは、避難行動要支援者の氏名や生年月日、住所などでございます。二点目は、その避難行動要支援者をなぜ要支援者とした理由、つまりは本人の状態などのことです。三番目は、避難を支援する側、誰が支援をするのかという、この避難支援等実施者です。この方の氏名、もしくは名称などを定めます。で、最後に避難をする場所ですね。具体的な避難施設であったり、避難場所、避難経路など、大きくはこの4点を定める
これが、個別避難計画でございます。加えて、この個別避難計画については、内閣府が定めるガイドラインで、策定期間はおおむね5年、倉敷市におきましては令和3年度から7年度までの5年間で、策定を進めていきたいというふうに考えています。もちろんこの個別避難計画を策定するにあたりましては本人の同意、これが重要になってまいります。無理やり、個別避難計画を立てていただくというものではなく、本人の了解のもとに進めていくということになっております。まずはじめ冒頭に法律上の位置づけ、法律が何を求めているかなどについてご説明をしました。ところでそもそもなぜこの個別避難計画が必要なのか、法律にこのようなものが定められたのはなぜなのかについて、その背景であったり国の基本的な考え、倉敷市が設置した倉敷市災害に強い地域を作る検討会での議論などについて触れていきたいと思います。平成30年7月豪雨、とても痛ましいことだったと思っております。倉敷市だけではなく高橋川流域の、広い地域でたくさんの方が亡くなられるという悲しいことがございました。一個人としても、そして皆様方の心の中にも、悲しくて辛い記憶だというふうに刻まれているんじゃないかと思っております。このスライドの上段のグラフをご覧になってください。このグラフは倉敷市真備地区で亡くなられた51名の方についての亡くなられた時点での年齢階層をグラフ化したものでございます。このグラフには関連死の方は含んでおられません、いません。51人のうち65歳以上の方が45人で、実に全体の 88% を占めます。また、下段、他の地域で起こった、他の地域で最近起こった災害の状況をまとめております。災害の規模、種類、発生地域などは様々でありますけれども、どのような災害であっても被害を受けるのは、例えば高齢者であったり障害者であったり、こうした弱い方々が被害に遭っているということが分かると思います。災害で亡くなる方を一人でも減らしていく、一人も発生させないためには、自分や家族の力では避難できない方への避難対策が非常に重要だというふうに考えております。続いてこのスライドは平成30年7月豪雨災害を受けて開催された国の中央防災会議ワーキンググループでの報告書の抜粋です。倉敷市を含めた平成30年7月豪雨を踏まえて国の方でも検討会が設置されて今後の避難対策を話し合ったわけですけれども、その報告書では水害や土砂災害から避難のあり方について議論がされました。行政主導のハードソフト対策はもう限界だと、住民主体の防災対策に転換していく必要があるんじゃないかということが提言をされております。そしてこの報告書の最後に、国民の皆様へ大事な命が失われる前にと題して重要なメッセージが発出されておりますので、ご紹介をさせていただきます。ここに赤字で防線を引っ張った部分をよく読んでください。国の中央防災会議の検討会でもワーキンググループでも、行政が一人一人を助けに行くことはできません。皆さんの命を行政に委ねないでください。そして最後に、地域の皆さんで助け合いましょうということが提言をされております。行政にとりましても、地域で生活する皆様方にとりましても、重いメッセージではないでしょうか。繰り返し申しますが、行政が一人一人を助けに行くことはできない、そして命を行政に委ねないでくださいという災害時における行政の限界が明確にされております。そして地域の皆さんで助け合うこと、防災対策の主体は住民一人一人にあるということを訴えております。この報告書、
防災対策が行政主体から住民主体に転換していく方向性を示したもので、今回の講演会の主題であります個別避難計画についてもそれを方向づけたものというふうに考えております。この国のワーキンググループの報告も受けた後ですね、倉敷市におきましても倉敷市災害に強い地域を作る検討会、これを開催いたしました。で、令和元年の9月から検討会を設置して、多くの委員の方に集まっていただいて、住民への避難情報の提供や周知のあり方、住民における自主的な避難を促進する方策などについて議論をいただいて、地域と行政が今後目指すべき方針としてここに掲げている5つの方針をいただきました。方針1としては住民一人一人の避難行動の実行、方針2として地区防災計画の策定の推進、方針の3として防災教育の推進、方針の4避難行動要支援者の避難支援、方針5災害対応型のまちづくりの推進という、この5つの方針をいただいたところです。繰り返しますが、個別避難計画に関しましては方針4避難行動要支援者の避難支援についてということで、それぞれの地域で取り組んでいただく必要があるというふうに検討会でも議論がなされているところでございます。さらにですね、この検討会の中では一つの疑問が定義されました。倉敷市が現在避難の際に支援が必要な方として、編集をしております災害時要援護台帳、これについて、人口規模が同じくらいの自治体に比較すると登録者数があまりにも多いんじゃないかという疑問をいただいています。もう少し具体的に申しますと、倉敷市の台帳の中には必ずしも支援が必要でない方が含まれているんじゃないかといった疑問が出されております。検討会での疑問を受けまして、現在避難行動要支援者名簿というものを改めて作成をしております。ここで避難行動要支援者名簿について ご説明をいたします。先ほども申し上げました通り、倉敷市には現在災害時要援護者台帳というものを作って作成保管をしております。市内在住の高齢者の方であったり障害者の方など要配慮者約10万人のうち、本人の希望に基づいて約3万7千人がこの台帳に登録をされております。そして民生委員さんであったり自主防災組織などでこの情報を共有しているわけなんですけれども、情報を受け取った民生委員さん自主防災組織の皆様方からも、この名簿には元気な人、自分の力で避難ができる人が含まれたんじゃないかなとか、そもそもこの台帳に登録されている方がものすごく多くて、もう手に余りすぎる、正直言って役に立たない、こういったご意見をいただいております。繰り返しになりますが、先ほどの検討会でもやはり数が多すぎるんじゃないかという指摘、そして数が多すぎるというのは本当に支援が必要な人に支援 を届けることができないんじゃないか、台帳のあり方を見直すべきでないのかといった提言をいただいております。令和3年の春から台帳の作成を改めることといたしまして、対象要件を見直したりですか、登録者の意思などを改めて確認をして、現在新しい名簿を作ろうということで作業中でございます。新しい名簿は避難行動要支援者名簿、これを現在作成中ですが、令和4年の出水期の前までには完成させて、市が定めた必要な人、機関などに配布をさせていただきたいというふうに考えております。最終的にこの名簿に何人が登録されるか、現在ちょっと確定的な数字はありませんけれども、数千人の単位規模、数千人というぐらいになるのではないかなというふうに予想をしているところでございます。ここで一旦一回おさらいをさせていただきたいと思っております。個別避難計画について改めて、
説明をします。個別避難計画というのは災害対策基本法に定められた計画のことで、避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施するための計画のことです。現在作成対象者が掲載される避難行動要支援者名簿、これの作成を目指しておりまして、令和4年の出水期の前までの完成を目指しているところでございます。で、計画につきましてはここに掲げている4点、避難行動要支援者の名前とか生年月日、住所など、それから避難行動要支援者とした理由、実際に避難の支援を行う側の方の氏名や名称、避難をする先、避難場所であったり避難経路など、この4点について定める計画のことです。倉敷市としては令和7年度までのに完成をしたいというふうに考えております。個別避難計画を立てる様式ですね、これについて検討しており、できるだけ早い段階で皆様方にお示しをして、避難行動要支援者名簿と合わせてお渡ししたいというふうに考えております。またすでにですね、いろんな地域団体で、例えば国土交通省が作成した、要配慮者版のマイタイムライン、これを作成して計画を作成している自主防災組織の方もあるというふうにお聞きをしております。こういった場合にですね、このマイタイムラインを活用したやり方を一旦停止する必要は全くありません。このマイタイムラインを使ったやり方で市が定めることというのはもう十分網羅されておりますので、この取り組みをどんどん進めていただければ構わないというふうに考えております。はい、では続いて、今年度個別避難計画の作成に試験的に取り組んだ事例や各機関団体との話し合った結果などについて、若干説明をさせていただこうと思います。内閣府が個別避難計画作成のガイドラインの中でも書いているんですけれども、個別避難計画を作る有力な計画作成者としてはですね、ケアマネージャーであったり、障害者の障害者専門相談支援員、こうした福祉専門職の方について、内閣府では有力な計画作成者と位置づけられて、おります。で、その方たちの勉強会などにも我々参加をさせていただいて、いろいろ協議をさせていただきました。ケアマネさんたちはさすがにですね、福祉の関係の知識経験などは非常にたくさんお持ちで、要支援者の医療とか福祉に関する情報については非常にたくさん持っていられる、家族のことについても十分把握されているということでございましたけれども、なかなか地域とのつながりが少ないんだということをお聞きしています。具体的にはですね、家族以外の支援と実施者の探し方がちょっとわからないなとか、協力を求めるときにどうやって避難支援の協力をいただいたらいいのかのやり方が今現在ではわからないというふうなことをお聞きしています。個別避難計画というのはやはり避難支援者をどう探していくのかというのが非常に難しいというふうに考えてますので、いきなりここのケアマネージャーさんたちに全部お願いするというのは難しいというのが感想を市役所として持っているという次第でございます。他にもですね、地域の自主防災組織であったり、障害者団体などともですね、個別避難計画を具体的に立ててみようということで勉強会を何度かさせていただいてます。自主防災組織などはやはり地域に根ざした団体と、そして地域の避難を具体的に取り組むために設置されたという地元の組織でありますので、個別避難計画の作成のイメージにやはり近いかなという感じがしております。ですので、まずは自主防災組織のような地元の組織が中心になって、要支援者の同意を得て地域のさまざまな方が加わって、さらにはここに、福祉専門職などにも加わり協力を得た上で役割分担をして進めていくという進め方が良いのではないかというふうに考えております。
作成主体につきましては法律上の制約はございません。団体ごとに非常に結束が強い自主防災組織があったりですね、残念ながら結束力が弱い、町内、地域、まあ、様々な事情があるんだろうとは思っています。ですので、自主防災組織だけが中心になってやるということが良いというわけではありませんけれども、まずは自主防災組織などを中心にして、要支援者の支援を了解をいただいて、さまざまな方が加わる中で取り組みを進めていただきたいというふうに考えております。このスライドが個別避難計画を作成するにあたってのイメージです。まずは市役所の方から、避難行動要支援者名簿、それから計画書の様式などをご提供させていただきたいと考えています。そして地域の中で話し合って要支援者の同意、これもいただいた上で、要支援者、地元の方、さらには福祉専門職の方などにも集まっていただいて、ここです、話し合いをして、この要支援者の方々一人一人の計画を策定していただきたいというふうに考えております。で、これ具体的にどう進めていくのかはなかなか難しいと思っていますので、市役所の方からも出前講座であったりですね、検討会、勉強会などを各地で開催して、この具体的な内容については説明をさせていただきながら進めていきたいというふうに考えています。で、最後にスケジュールについてご説明いたします。令和4年1月23日、ライフパーク倉敷で個別避難計画の説明会をさせていただく予定でしたけれども、残念ながらこうした収録という形で、今回やらせていただいています。実際には本当にたくさんの方に集まっていただいて、いろんなご意見をいただきながら進めたかったのですけど、このような形式になってございます。ただこういう YouTube であったり DVD などでの配信を通して、引き続き、情報提供させていただきたいと思っています。で、令和4年の出水期の前に、避難行動要支援者名簿、これを完成させる予定です。で、作成の手引きであったり様式等についても同じ時期に、皆様方にのお手元に届くように、今現在作業を進めているところです。ですので、具体的には地域や団体で、本格的に取り組むのはこの出水期以降ということになろうかと思います。自主防災組織を中心に、あるいは福祉専門職の方々も加わって、進めていただきたいと思っています。で、市の方もできるだけ小さい単位、例えば一つ一つの自主防災組織ですね、こういうところに出前講座というような形で、出向いていきまして、作成についての説明をさせていただきながら進めていきたいというふうに考えております。最後になりますけれども、近年地球温暖化ということも影響もありまして、台風や豪雨災害などの自然災害が頻発する傾向にございます。1月の22日の早朝にはですね、日向灘で大きな地震もあったということもありました。倉敷も震度3が観測されるということで、ちょっとヒヤッとするというようなこともございました。日本全国で考えれますと、毎年のようにどこかで大きな災害が発生しております。平成30年7月豪雨のようなもう悲しいことが二度と起こらないためには、地域防災力の向上ということが不可欠だと考えております。ですので、避難行動要支援者について、個別避難計画の作成に取り組む必要があるのではないかと考えています。しかしながら、この取り組みは行政だけで進めるということはできません。地域の皆様方の協力なしに進めることができないというのが実際だと思っています。地域防災力の向上のためにですね、まずは小さいことからで結構ですので、一つ一つ皆さんが主体となって、積極的に地域で考えて、皆様で集まって考えて、この個別避難計画の取り組みを進めていただきたいと考えております。以上で本日の説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。
はい、中井先生、ご講演大変ありがとうございました。お世話になりました。長野県白馬村や総社市の下原での取り組み、非常に進んでいて、計画をしっかり立てて、それを住民の間で共有をしていて、さらに訓練を通じて、備えておくという大変素晴らしい事例の紹介があった後、だからこそ個別避難計画なんだよと。で、個別避難計画というのは、いざという時の防災、それと普段の福祉、これが分かり合えることだというようなご講演をいただきました。まさしくその通りで、倉敷市もそういった地域づくりをしていかなきゃいけない。これからの防災対策というのは防災と福祉が一緒になって進めていくべきだなというふうに感じたところでございます。今日本当ありがとうございました。こちらの方こそどうも貴重な機会をいただきましてありがとうございました。ではここからはですね、中井先生と私の方でいくつかちょっと分かりにくいところの改めてのご質問、説明だったりご質問などをさせていただけたらと思います。じゃあすみません、中井先生からちょっとご質問があればお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、我々、僕も一住民だとすると不安なこともたくさんあるんですね。こう法律に書いてあるけれど実際運用の中でどうなのかしらとか、僕ももしかすると避難を受ける立場になったり、避難じゃないや、救助援助支援を受ける立場になって地域の人から何かこう助けていただくっていう場面もきっとあるんじゃないかしら、僕の家族も含めと思うとあるんです。で逆に僕が住んでるところも高齢者の方なんかが増えてきたり、様子がだんだんと分かってくるにつれて、こうこの人と一緒に逃げなきゃなとか、この人のことが心配だなって思う方も頭にいくらか思い浮かぶんですよ。でそんな時にもしこの取り組みの中、個別避難計画の中で僕が、避難支援者となったとすると、その、ここに名前を書いた責任というか、僕がね、何かあったら一緒に逃げますよ、声かけますよっていうことへの何かリスクとか責任とかっていうようなことが生じてくるのかしらっていうのが、今日聞いてくださった方ももしかするとご心配があったりするのかなと思うんですけど、そのあたりいかがでしょうか。はい、個別避難計画の避難支援者となった場合に法律的な責任が生じるのかということなんですけれども、令和3年の5月に内閣府が公表したガイドラインにこのようにございます。個別避難計画については計画に基づく避難支援等が必ず実施されることを保証するものではない。で、その結果について避難支援者が法的な責任や義務を負わせるものではないというふうに明記がされております。災害です。本当に切迫したときに、あらかじめ定めていたからといって必ず救助ができるというものではないですし、命に対して責任を負える方というのは、ね、いないんだと思いますので、避難支援者になったからといって必ず救助しなければならないというものでもないし、できなかったからといってですね、裁判が起きるとかそういうことではないというふうに考えております。ちょっと安心しましたけれども、はいはい、あなたが逃がしてくれると言ったじゃないとか、もうそう事前に取り組み約束してたんだから、なんであなた助けに来てくれないの、来てくれなかったのって、後でご遺族の方もしかして亡くなっちゃって、ご遺族の人たちからそんな責めを受けるっていうことは、そんな考えておく必要ないよっていうことですかね。そうです。これはもう地域でお互いに信頼関係を築きながらっていく中でですね、できることをやりましょう、お互いに助け合いましょうという精神に基づくものです。この取り組みが進んだから 100% 命が助かるというものでは決してありません。でもやはり何か取り決めをしておく、信頼関係を築いておくということがいざという時に役に立つというふうに考えてますので、この法的な責任ということはあまり考えずにですね、お互いにできることをやり、助け合いましょうという、先生の声にもあった相互扶助、こ
この考えに基づく計画だというふうに考えております。よくわかりました、はい、ありがとうございます。まあ、かといってじゃあ、書いたけどもういいやっていうことでもダメなんでしょうけれど、それでも法的責任を問われるということではないよ、まあ、それは課長おっしゃられたように相互扶助という助け合いの中で気にかけておいたり、いざという時に助け合えたりっていう関係性をやっぱり作っておくっていうことこそ大切なんだなっていうことですよね。はい、はい、その通りだと思います、はい、もう少しお尋ねしていいですか、はい、実際にこうじゃあそれでも災害が起こったからこのおじいちゃんとは失礼ですねを助けに行かなきゃいけないんだと思ってこう行くとするじゃないですか。で、行った際に助けに行ったのはいいんだけれど、行ったがばっかりに足を折っちゃったんですよ僕ってなっちゃった時に、助けに行かなきゃ骨折せずに済んだのに助けに行ったばっかりに骨折しちゃいましたっていう時に、何かこう死でいやいや死でこういうの作れでこの人を助けろ違うな助けるよ会うよっていうことでこの個別避難計画の中に名前を書きました、で助けに行きました、怪我しちゃいました、何か保証ってしてくれないものなんですかね、うん、はい、これにつきましても、国の方から、通知がもうすでに発出をされています。平成27年2月19日付の内閣府の文書です。名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者、避難支援者の方がですね、災害が発生しまたはまさに発生しようとしている場合において、避難支援等を行い、死亡し負傷しもしくは疾病にかかりまたは障害の状態となった場合は災害対策基本法第65条第1項同じ法律の第84条第1項に基づき損害保障の対象となるというふうに内閣府の方から通達が出されております。なんかちょっと嬉しいですね名簿にある載せてる人ならばもし怪我しちゃったり病気になっちゃったりしたら、じゃあある程度は保証してくださるよっていうことなんですね。まあ、保証があるからということではもちろんないとは思うんですけれども、はい、万が一の時にはですね、一応法的にも保証ということには整備をされているということ、それからこれ、まあ、逆の読み方をするとですね、もし、この避難個別避難計画の避難支援者のに登録されていない方が、その時にやっぱりおじいちゃん助けに行かにゃごえんわということで、はい、助けに行って、残念な結果怪我をしてしまったということが起こった時には、逆に保障の対象にならないかもしれないという可能性も、はいはい、もうだから何もしないんだということでは決してないと思いますけれども、できれば積極的にですね、この個別避難計画の取り組みにご参加いただいて、力がある方はですね、避難支援の方に積極的に加わっていただくということがをぜひお願いしたいというふうに思っております。そうですね、いざという時にじゃあ目の前に倒れている人、目の前に助ける人がいるから助けずに、僕ちょっと保証の対象になりそうにないから逃げるわ、ごめん、ほっとくわなんていう人はおられないでしょうから、実際多分おられないでしょうから、はい、そんなことを心配するのではなくて、むしろこの個別避難計画を地域で作っていこうっていう取り組みを国はバックアップするためにここに、ね、乗ってる人は対象にするんだからねっていうことを、なんだろう、広めていく手立てとして国も用意をしてくださったという、はい、むしろポジティブに捉えようよっていうことですよね。法律的にもそのようなワックアップをして、救助救援に当たった方を、守っていこうとこういう趣旨だろうと思います。そうですね、はい、今まで例えば阪神や東日本の時に助け合っていっ
いたということがすごく大事だったし、そのことで多くの命が救われたっていう実績があるから、実際に救ってた人の、あの安全も確保したり保障も確保したりっていう手立てができる工夫を後付けで、多分国は、まあ、そういう先行した取り組みにバックアップしていこうよっていうことの気持ちを、こういう、まあ、法律の中に盛り込むとしたらこんな感じなんでしょうね、きっと。はい、なるほど。あの、まあ、こういったこともありながら、地域の中でその個別避難計画誰が担っていくんだっていうことが考えが進んでいくといいですね。はい、あのですので、あの、まあ、避難支援者になるのはやはりですね、ちょっと抵抗があると言いますか、本当に大丈夫かなとちょっと疑問に思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、あの、お互い様なんだということで、ぜひご協力いただきたい。で、万が一、まあ、残念に怪我をしてもですね、一応保障の対象にはなるんだということでご理解いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、なんかすごく、はい、あの行政の方があの言ってくださると説得力がありますし行政の方ならではのご説明だなと思いながら、あのでも地域としてはすごく心強く感じられる、あの一つだなって、そういうふうに国も県も市も考えてくださってるんだなっていうことがよく分かりました。ありがとうございます。はい、じゃあ すいません、あの先生にこれから私の方からのご質問をさせていただきたいと思ってます。はい、あの私どもあの地域で、いくつかの地域の方と、まあ、試験的に取り組んだというような例はあるんですけれども、やっぱり最後あの避難支援者を、個々の避難支援者を探すときにあの苦労します。あの どうしたらいいかなと、そうですよね。なかなか本当難しいんですけども、はい、あの先生もいろいろなあの地域で、ご検討されたりですね、もう参加されてですね、まあ、失敗した例もあるかなと思いますし、あ、これはうまくいってるよというようなことはあるかもしれません。あの先ほどの講演の中でも夜陰での取り組みなどもご紹介いただいたんですけれども、何かこう避難支援者を探すための工夫とかですね、こういうやり方がうまくいくんじゃないよというご提案があればちょっと教えていただきたいところなんですけれども。ありがとうございます。あのすごい難しい質問ですねあのそんな、あの何でしょう、こうすればできるよっていう明快なお答えができれば、もう多分国が法律に乗っけてるんだろうなと思うぐらいですけれど、まあ、一つ言えるのは、はい、やっぱり人と人との関係性の中で人が生活していたり助け合ったりっていうことを考えられているっていうことは、まあ、間違いないわけですから、はい、特に今あの難しさがあるというのは、例えばですけど、あのマンションにお住まいの方とか、はいはい、市でも中心市街地におられる方々が難しいというのは何でかなって思った時に、それはあのやっぱり旧来の、まあ、僕らもだいぶ年ですから、僕が幼かった頃にあったような、日常的なご近所付き合いとか井戸端会議だったり、うん、つながり、もう地域の中での相互扶助作用がこう弱体化している、まあ、いや今本当に孤立の問題とか孤独の問題っていうのが福祉業界では大きな問題になっているんですけれど、そこがそもそも根底にあるところなんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、直接 あのご回答にはなっていないんですけれど、やっぱり最後はそういう地域の中も助け合える関係性の中でのこのエリアでの関係性をいかにこう作っておくか、日常のつながりをいかに作っておくかっていうことに、まあ、あのなってしまうのかなと思うんです。で、ちょっと前に僕別の講演会であの受講した方だったんですけどね、はい、あの教えていただいたのは、最近のつながりって支援関係だけじゃなくて、まあ、地域でのつながりだけじゃなくて、それも職場のつながりや、まあ、旧来からいろんなつながりが言われているんだけれど、最近の若者はインターネット上とかのつながりじゃないですか、うん、あの距離感ではなくて関係性のこう濃淡で、生活をされていて、何でしょう、こう普段の孤独感とかを解消するためには、あのご近所が何もいいわけではなくて、距離ではなくて気持ちの距離が大切なんだみたいなことを言われていたんですよ。はいはい、まあなるほどそうだなって
思ったんですけど、一方でこの防災ということに特化すればやっぱり距離感なんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、遠く離れた方がいくら心が近しくても助け合いづらいじゃないですか、はい、で助ける助けられるの関係性ってやっぱりそこにおられる住んでおられるベースのある程度のこの地理的な距離感も必要じゃないかなと思うので、長くなりましたが、やっぱりそういう地理的に助け合える範囲におられる人との関係性をまず作っていく、まあ、これはまさに福祉の取り組みだと思うんですけど、でそれがありさえすればおのずとじゃあこの人がねこの人を連れて逃げなきゃいけないねっていうことになると思うので、苦慮されている地域ってやっぱりそこをまずは強化していくことからなんじゃないかなと思うので、ぜひ防災の皆さんは、いや防災の皆さんですけど、福祉の取り組みと組み合わさっていただきたいなと思うんです。倉敷市はでも全国的には優れている福祉の取り組みたくさんありますから、ぜひそういったところとコラボレートしていっていただきたいなと思います。招致危険会議の取り組みなんていうのもそうですし、はい、高齢者支援センターの地道な日頃のお付き合いやつながりっていうのもとっても大切だと思いますから、うん、まずはそういったところに足がかりを求めていくしかないのかなと、まあ、そのために専門職ケアマネージャーさん、相談支援専門員さんだけではなくて民生委員さんへも文書が発出された、はい、ということをお伝えしましたけれど、そんなこともあるのだと思いますから、地元の、まあ、自主防災組織ということが、うん、まあ、皆さんは防災の関係は自主防災組織というところからかもしれないですが、福祉サイドから言うと、民生委員さんや、招致危機ケア会議、地区社協、まあ、いろんなそういう福祉の取り組みの地域での福祉の取り組み、例えばサロンなんていうところもそうだと思いますし、うん、そのあたりに解決の糸口を求めていっていただくということが、先ほど先進的な例はって言われたんですが、そういう取り組みからつながりをこう伸ばしていくっていうことなのかなと思いましたが、どうでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、やっぱり地域距離ってやっぱり大事だというご意見ございまして、でその中でやはり顔の見える関係、まあ、途中で顔の見える関係じゃなくて分かり合える関係と先生言い直されたんですけども、まあ、それを築いていくために、まあ、一つ小地域ケア会議のような場所でいろんな立場の方が集まるようなところが役に立つかもしれない。そうですね。はい、でもう一つちょっと私逆に距離じゃないよと先生おっしゃられた場面もあったんですけども、はい、例えば遠方に住む家族も、はい、ちゃんとそういう場面の時には電話をかけて、そうですよね、お父さん早く逃げろと、はい、父ちゃん早く逃げろというようなことを避難支援者の一人として加えておくとか、そうですよね、そういう可能性はあり得る。そうですよね。はい、もう一つですね、まあ、地域というと、まあ自主防災組織の会長さん、役員さん、まあ、民生委員さん、児童委員さん、いろいろな役員の方もおられるんですけど、まあ、例えば、はい、地域にあるお店屋さんであったり、いいですね、工場とか、はい、そういう、まあ、事業所ですね、はい、そういうところも加わっていただくというのは先生どうお考えでしょうか。素晴らしいですね。そんなことができれば理想的だし先駆的な取り組みだなと思います。素晴らしいアイデアだと思いますから、ぜひ地域の中の別に、何でしょう、夜間寝泊まりしている人たちだけでその地域が成立しているのではなくて、例えば、平日の日中だとするとその近しいところに、お店や工場や人が集うような場面があるなら、平日日中に災害が起こった時を想定すればそういった人の方がむしろいいですよね。はい、まあ、アイデアとしてはあるかな。もちろんだと思います。そうそうそう、はい、素晴らしいと思います。はい、なのでこう24時間365日を捉えた時にこの場面だったらこの人たちの手を借りようとか、はい、この場面だったらこの人たちが主な支援者だよねっていう切り分けは必要ですよね。はい、なるほど。やっぱり この誰々さんじゃないとダメとか言うんではなくて、ね、広くたくさんの方が、はい、いろんな立場の方が
避難支援者になっておくということが大切だという、そうですよね、まとめでいいですか。はい、ハザードって、まあ、社会説法ですけれど、その洪水とか、うん、地震とかだけじゃなくて、はい、まあ、あの、何でしょう、いろんなハザードがありますよね、そのハザードごとにこれを考えておかなければいけないっていうことですもんね、はい、先生ありがとうございます。じゃあもう一点、はい、途中でマンションという単語が出てきて、思ったんですけれども、はい、あの地域の方とお話をしていると、我々が住んでるところは非常にええところで、はい、少し高台で、だから洪水もないし、はい、津波も来んよと、はい、地震言うても少し高台で地盤も安定しとるから、あの倉敷の平野部に比べたら随分ええとこなんだと、なるほど、逃げる人や多くありへんがというような質問を聞きます、はい、あと、まあ、あのマンションの方だと高層階で、まあ、マンション結構厳重に、作られているので、はい、家をおりゃおった方がええがという、やけん個別避難計画いてもあんまり関係ないねというご意見も伺うことがあるんですが、あ、まあ、そういう人たちでもやっぱり個別避難計画作らんでということにはならないと思ってるんですけど、先生どうお考えでしょうか。あのまずその何でしょう、災害って先ほども言いました、個人要因とそれから環境要因とあるよっていうことで、環境がすごく整った方で、あのじゃあ環境が 100% ならいいかもしれないですけど、100% の環境ってありえないと思いますし、で個人要因があの高い方で、特に環境要因の低い方はあのリスクとしては確かにあの低くあの設定はできるのかもしれないですし、緊急度から言うと確かにあの同じあの個人要因の高い方でもハード要因が低ければ低いっていう判断ではいいと思いますが、先ほど課長おっしゃられたように、じゃあしなくていいっていうことにはならないと思うんです、はい、で、いろんな場面を想定しなければいけないということと、いろんなこうフェーズで捉えなきゃいけないと思うんです。で発災直後で思うと、例えば先ほど言われた地盤がしっかりして高台にあって、屈強な建物の中にあれば、はい、あのその場ですぐに被災よっていう自然災害の、何でしょう、種類が少ないかもしれないですね、はいはいはい、でもその災害ハザードの中にはもしかすると何でしたっけ、ミサイルが飛んでくるっていうのがありましたよね、はい、あ、まあ、あの自然災害ではないんですけど、はい、武力攻撃なんていうのもあります、はい、というような時には何かしら想定がいるのかもしれないですし、まあ、もっと言うと時系列で捉えると、マンションの貯水槽、まあ、屋上のタンクの水って何日ぐらい持つんですかね。あ、まあ、もちろん使い方にはよるんでしょうけど、ね、はい、あの断水とか停電とかなってしまうと、はい、早晩あの貯水槽の水はなくなってしまうということが確実だと思います、まあ、寒い今の季節にこうライフラインが途絶えてしまって、じゃあ発災、例えば地震で災害が起こった直後は安全だったり、洪水の被害に遭わないかもしれないけれど、はい、ライフライン全て閉ざされて、はいはい、周りとの例えば高台にあって下がもうあの避難経路がなくなってしまっていて孤立して、うん、食料もなくなってしまうなんていうことになった時に、うんうん、その通常元気な我々だったらまだ手があるかもしれないですけど、エレベーターの電源も止まりました、はい、10階にいる車椅子ユーザーの高齢者が、医療的な措置も、はい、あの、ある程度定期的には必要だなんていう方が、はい、じゃあ逃げずにお家にずっと留まり続けられるのかっていうとそうではないかもしれないですよね、はいはいはい、やっぱりライフラインの寸断ということなども見据えて、例えば備蓄をしておくとか、ね、はい、やっぱり、まあ、1日2日はそれで過ごせても、うん、3日も1週間もということになったら、やはり病院なり、施設などへ移動した方がいいということも考えた、そういう個別避難計画がいるのかもしれないということですね。先ほど言いました、あの10階に住む車椅子でしか自力移動ができない方が、あの何らかのこう処置が必要だなんていうことになると、もう発災間もなくに何かしら
その方を抱えて地上、まあ、1階まで降りなきゃいけないっていうようなことを想定するなら、例えばご家族だけじゃ難しいっていうような場面の方もおられるかもしれないですよね、まあ、例えばですけど透析を受けている、車椅子ユーザーの、その週3日は透析を受けなきゃいけないんだ、で、まあ、この日は大丈夫かもしれないけど明日には透析を受けなきゃいけないんだとなると、もう個室避難計画立てとかないと、誰がそうですよ、ね、あのその10階から1階下ろしてくれるんだ、病院へどうやって連れて行けば、みたいな話ですね、はい、そんなことは想定しておかなければいけない人も出てくる可能性というのは、まあ、大勢おられる倉敷市民さん全体を捉えると必ずしも安全な場所に住んでるなんていうことだけをもって考えられないかもしれなくないですかね。あ、分かりました。やはりまあ、どういう場所に住んでいるとしても、まあ、個別避難計画はそれなりにこう考えておいた方がいいと、地域ごとにいろいろな事情で地域ごとそれからその方に応じた避難個別避難計画が必要だと、そんな気がしますね、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。最後にですね、とある地域の方のところへ行った時に、2段階避難を考えているんだっていうアイデアがございました、はい、2段階避難っていうのは要は小学校の体育館へ行くのは遠いし、全然知らない人がいるので、なかなか難しいと、いうことで、まずは一旦地域の集会所へ、ありますね、はい、集まっておいて、はい、それから逃げるんだと、はい、いうご提案だったんです、はい、ただ地域の集会所は残念ながら洪水のエリアの中にあって、いやまあ、そういうちょっとあまりいい場所ではないということらしいんですけども、はい、まあ、そういう、こう2段階避難、はい、本当に危険だったら当然その学校の方へ移るということらしいんですけれども、はい、こういう考え方については先生ご意見ありますでしょうか。ありがとうございます、はい、もちろん先ほどお伝えしたそのどの段階で避難をするか、はい、ということが大切だ、正しくそこを理解して避難につなげていくことが大切だというふうにお伝えをしたと思うんですけど、はい、高齢者等避難のところで高齢者の皆さんや、まあ、要配慮の皆さんには、避難行動要支援者と言われる方々には避難してくださいよという指示を出されるわけですよね、はい、で、その段階なのかもう少し以前のちょっと、まあ、準備的な段階で、はい、まずは、何でしょう、ご自宅におられるより皆さんが、はい、集まってね避難の準備を開始するっていう意味で、はいはい、2段階の第1段目に避難をしておかれて、そこに支援者がきちんと関わりながら、必要な、まあ、例えば高齢者と避難になったら、はい、きちんと体育館に行こうよっていう申し合わせができているなら、うん、はい、そういう方法もありえるのかなと、ご自宅で一人一人がこう非常持ち出し袋をちゃんと持ったっていう確認をどのタイミングでするか、はい、まさにタイムラインの取り組みがそうなんだと思うんですけれど、タイムラインの中で何でしょうかね、こうこの段階ではねまだ避難しなくてもいいんだけれど、うん、準備をする段階で一時避難場所っていうんですか、はい、その公民館内にまずは集おうかっていう、はい、プラスアルファの取り組みならいいのかし、いいっていうかあり得るのかしらとは思いましたが、すで、はい、にそのご自身が逃げなきゃいけないっていう段階でそこを使うというのは、はい、じゃやっぱりリスクになるんではないですか、はい、どうなんでしょう、 むしろ僕が教えていただいて、やっぱりタイミングの問題なんですかね、はい、まあまあ、私もこの取り組み聞いてあそれもありだなと思ったんですけど、杓子定規に言うと、やはり洪水のリスクがあるところに洪水の高齢者避難が出た時に集まっていいのかっていう議論はあるんですけれども、はい、でもまあ
一旦集まってみんなの力で一緒に逃げようよっていうのも当然ありなのかな。はい。で、毎回毎回小学校まで行く、自分たちが決めたトークの避難所に行くっていうのは非常に大変なので、で、まあ知り合いが集まって、まあ一晩、ちょっと一緒にこれをやり過ごそうとかいうような感じのやり方はありのかな、あるのかなというふうに考えたんです。まあ、例えば、その僕が、車で5人の方を助けようと思って一軒一軒こう回って車に乗っていただきながら避難所まで行くのか、いやすでに5人の方が集まってくださっていてそこに迎えに行くのかだとそっちの方が効率的ですしリスクは少ないですよね。おっしゃられるようにそのやっぱりどういうリスクがどのタイミングであるかとのバランスなのではないですかね、はい、こう地域の方が集まって一人個人の力ではなくて、はい、みんなの力、お互い助け合ういうことができるという意味では二段階避難もやっぱりありなのかなと思ったので、まあ、あえて聞いてみたいです、はい、ありがとうございます、まあはい、ケースバイケースでお伝えできないのかしらというのがはい、申し訳ないですけど今答える術がそのぐらいと思ってます、はい、分かりました。はい、先生ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。では以上で、個別避難計画の講演会の方を終わりたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。